このポッドキャストは還暦を目前に控えた私 TJ が上手に還暦を生きている人に生き方のヒントをもらうことそして何か新しいことをやっている人からそのエネルギーや知識を吸収するというこの2つを目的とする番組です。えー、ということでね今日は久しぶりに、えー「あなたはなぜ香港に?はい」というのの、まあ、これあの根強い人気があってですねあの、うん、実はコメントでも 久しぶりにまたやってくださいっていうのをなかなかあのおじさん三人会っていうのはこうやっててなかなかできなかったんだけど久しぶりにやってみたいと思いますということで今日のゲストは、えー、川村健太さんよろしくお願いしますよろしくお願いします健太、えー、君は、えー、実はあのいつも、えー、三人会でやってる、えー、バスターさんの息子さんなんですよねはいバスターさんの息子ですね <laughs> <laughs> バスターさんが川村健一で息子さんが 神村健太君と。はい、健太です。はい。いうことでよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、健太君はなぜ香港にっていうテーマでは実は語れないんだよね。そうですね。あのなぜというと <laughs> 気づいたら香港にですからね。<laughs> えー、今何歳？今40今年44ですね。44。43歳です。今43歳。はい、あ今年の12月が来たら44歳44ですね。はい。1978年生まれ。78年生まれっていうことで。 私より14ぐらい若いんだね。はい、そうで初めて会ったのは実は僕が93年1993年に香港来た時にもうほすぐ会ってそれからあの時中学校そう,そう,そう16歳とか5歳とかそれぐらいですよね。<laughs> そう15歳ぐらいでその時からなんだよね。で、えー、だから僕はあのバスターさん。 と一緒に仕事をしててずっと仕事をしてて今あのバスターさんはフィリピンのセブ島で、まあ、リタイアメントライフを快適なリタイアメントライフをこうでかい、えー、1200cc だっけで,、ね、でっかいバイクを、ね、そ,うそ,うそこで楽しんでてで、まあ、私はその後、えー、会社一緒に引き継いでやってたんですけどそれもさらに健太くんに、えー、バトンタッチをして今は健太くんが 一人で頑張ってやってくれてるとそんな感じですよね。ありがたくやらせていただいております。ちょっと自己紹介をお願いできますか。何の話してたの？自己紹介。なんだろう。自己紹介って言うと難しいよね。確かに。川村健太君の学校から学校えっと生まれて二歳生まれて生まれはどこだっけ？生まれたとこからちょっとやってみようか。えっとまず日本の川崎で生まれて。 2>, でえー、2歳の時に香港に来ました歳の時に香港に来てそこから、えー、保育園が確かインターの保育園に行って、うん、で日本人幼,幼稚園日本人学校幼少部かに行って、うんうん、で、えーまあ、その幼少部も私の卒業とともに亡くなってしまったんですが亡くなった理由は、うん、あの人が少なくてではなくて、うん、人が多すぎて。 お幼稚園をあの走らせるだけのスペースがなくなったっていうのがそうなの、はい、ああだから小学校が大きくなっちゃってそうですねでも幼稚園はもういらないだろうってそうい感じなんだ、ね、私が幼稚園を卒業して、うん、多分小学校1年生か2年生の時に亡くなって、うん、でそのタイミングで小学1年生と2年生が7クラスになったんですねすごいで,そうで1クラス40人いる <laughs>、まあ、モンスター校ですよねそうだね今 日本でもそんなどうなんだろうちょっと日本の状況よくわかんないけど40人1クラスで4十人一クラスで小学校だったらあ小学12年生だけ7クラスすごいよねあとは6クラスでしたね,そ,ねそれだけ日本人がいたってことだよね今の日本人学校の全校生徒が大体幼稚園だけであ小学校だけで、うん、あの埋まって。 であと中学校があったので、うん、まあそうですねその頃の日本人の数って本当とんんでもないい数の日本人が本校にいたんだなと、うん、なんとなく記憶で、えー、よく言ってたのはその頃4万人超えるぐらい日本人がいたっていうね,ねそんな、はい、だから1990年代はそんなもんだったと思うんだよね、はい、だからそこで家族帯同で、はい、まあ子供さんを連れて学校で来てたという,う、ね、感じでそこで。 えだから小学校行って、はい、それからそのまま日本人中学校にそうです中学校の3年生まであるんで,、うん、で中学校の2年生の途中まで行って、うん、でその後はえー、まはあ、このまま中学校通ってもっていうのがあって、うんうん、でインターにしたらどうだという父親のアドバイスにまあ僕も その頃はあんまり学校行きたい気持ちはなかったし、うん、あとまあ弟たちがやっぱ引退って,て楽しそうだなと思ったんで、うん、そうかだから、えー、実はバスターさんの、えー、家族というか健太くんの兄弟っていうのは健太くんが長男で、うん、あと3人の男の子4人男の子兄弟だったんだよね。はいはい、で長男で、はい、長男だけが日本人学校を に通って,て,てあと下の234番目が全員インターなんですね幼稚園から、えー、そうですねその頃はまは小学校、まあ、最終的に、うん、あの卒業まで全部インターだったんですけどそうだよねインターだったからちょっとお兄ちゃんだけちょっと違う形だったから、まあ、弟たち見てインター行きたいなと思うのはまあ自然な流れだよねまあそうですね、うん、でインターに行ったら今度私の行ったインターは一クラス20人いないかな、うんうん の2クラスすごいこじんまりとそれ結構小さい方かな小さい方だと思います、うんうん、で、えーまあ、そういうちっちゃい環境でやっぱりちっちゃいとちっちゃいでこうクラス同士あの別のクラスの人とも仲良くなるっていうチャンスがあったりして、うん、日本人学校の頃はやっぱり1クラスの中で40人以上いるんで、まあ、それ以上の人間関係を構築するっていうのがなかなか難しかったっていう、うん、なるほど 日本人中学校からインターコンに変わる、はい、そのちょうどその間で家でね英語の勉強とかしてたそうですね気がするんだよね。ね英語の勉強をしてましたね。弁護士の卵の人に。そうそう、あのね、あの僕らまあ仲良かった <laughs> あの弁護士のその時はまだ弁護士の卵だったの卵た、ね、イギリス人の,あのバーニーさんに。そう え来てもらって、はい、で、あの家で英語の,の、ね、英語の勉強してましたね、うん。そうそうそう、そういう時にあったよね。で、だからインターホンに移って、だからそういう意味で言うと日本人学校であんまり楽しくないなと思ってたのが、はい、インターホン行ったら急に楽しくなっちゃったわけだ。そうですね。うん、だいがまあ多分リセットしたかったっていうのはあるんでしょうね。うん、そうだね。そうですね。うん、まああの人間関係でちょっとトラブルがあったから。 あ日本人学校のでまに、あ、その人間関係を解決する力がなかった、うんでまあ、ちょっと、まあ、病んでたというか、あんまり行きたいなっていう気はなかったのと。登校、うんうん、拒否になっちゃったのそうですね、反登校拒否ですね。あのその頃は、登校すると言いながら、いや、えっ、ー、とね、<laughs> それはないな。えーと投稿 結構多かったのが母親が最終的に迎えに学校の下まで迎えに来るそれは何一日最後までいる,いるんじゃなくていや、朝帰学校に行って学校のもんで嫌になって。うんあ 公衆電話、あの頃は公衆電話で、携帯電話はまだ持ってなかったというか、うん、携帯電話を持つっていうセンスがない、まだそんなにまだないよね,ね、うん、まだ子供は持ってなかったよね、子供も持ってないし、大人も全然持ってない時代だったのですたね、そういうこともあって、で母親に連絡して、だいたい迎えに来てもらってみたいなそういう生活から、今度は引退。 <で>そうですねインター行くとインター行くと今度はべてがこう何、うん、て言うんですかね新しい環境に変わってそれが必ずしもプラスに働く人とそうではない人といると思うんですけどそうだ、ね、私の場合はそれが異常なぐらいプラスに働いてまあもう一つはその学校に行かなくなった後あの中学校2年生行かなくなった後、うん、まあインターに行くまでの間結構な期間あったんですけど、うん、まあ 引きこもりで家の中でゲームとかばっかりやってた人生が、うん、そこからバスケットをしに行ったりとか外で遊ぶことが多くなって、えー、体力がつくようになって、うん、またちょっとこうなんでしょうねよく自分でもその変化がなどこで何が起きてそうなったのか分かんないんですけどあの引きこもりから外で遊ぶ人間に人間そのタイミングで変わってうあそうなんだ不思議だよね,ちょっとね不思議ですよね。 インターに行った時にはむしろ運動が得意で何だったら学校の中でもヒーローだったわけだですね足は速い方だったし水泳も速かったしとにかく筋力があったもんねだって俺が最初会った時にとにかくみんなと腕相撲して大人と相手でも負けたことがないっていう。 あのイギリス人の,その英語の先生のバーニーをやろうとした時にバーニーはやらなかったよ、ね、やだって <laughs> 負けたくない負けたくないって、ね、そういうのをやってたん、ね、あのそういう意味で筋力自体は小学校5年生の時にいじめられてたんですね、うんうん、でそのいじめられてた時代にうちの父が「お前は弱いからいじめられるんだと」と、うん「お前がこ,、うん、この後にフィットネス買うよと、うんと、うん、いうので小学校5年生本当丸1年間かな通って。うん で六年生になった時もしばらく通ってたのかな。なんで、その小学生がもうベンチプレスやってるとかわけのわからないことをねやってたんですけど、でそのおかげで筋力がついて、その頃やっぱ腕相撲とかでは勝ててたんですけど、それでもやっぱゲームが好きだったので、まあ夜中中ゲームやってるっていうのもあのハブられる一つの原因ですよね。なるほど。うん、あすごいね。そこからじゃあ今度はイン,インター行ったら今度は 足も速くて水泳もできて筋力もあってバスケットして不思議とこう部活動って普通一つしか許されてないんですけど所属は何で一つしかしてないんですけど助っ人としてどこの部活にでも行けるっていうあの自由な権限を校長先生からもらえるっていうそれはすごいねその変化ってすごいね何なんだろうね それってでも今のその何あのまあいじめられたりする人っていると思うんだけどそういう人もオールリセットっていうのは悪くない悪くないと思うんですよね。まあねケンタ君の場合ははそれはすごくったんですよ、ねうん、でそう水泳大会も一応インターナショナルスクールのんだっけな香港予選みたいなのにも参加しましたしね、うん、まあもう予選敗退でしたけど、うん、まあそれに選ばれるぐらい。 一なるほど,るほどそっかそれで、えー、そこであの僕はよく覚えてるのはあの学校の勉強が嫌いだから、はい、それでも嫌いだから、えー、早々に会社に連れてこられてバスターさん <laughs> でバスターさんのお手伝い延々とやらされてたよね。<laughs> そうですね あのスタートはですね確かスーパーファミコンって時代だったかな、うん、スーパーファミコンが欲しいっていうのを伝えたら、うん、あの買ってやるではなくて、うん、じゃあこの名刺1000枚だったかな<ー>入力したら買ってやる,あなるほどみたいなお父さんの持ってる名刺を延々とこう入力させるれたそう。 こう,ね、こういうポジションになって、うん、あの仕事をこう、まあ、いろんな人にお願いしてやってもらうスタッフの皆さんにやってもらう立場になってあの頃のあの名刺入力はほぼ役に立ってないだろうなっていうのはななんとなく分かるんですけどやっぱりそれはれその健太君が暇してるそれよりは入力してタイピングの練習とかそういうことに役立てばいいかなという親心だったのかもしれないね、まあ、今になって思う僕は。 まあでも何かやらせないとあの何もなくこう親としては子どもに何、ね、<laughs> か買ってやるっていうのはちょっと、ね、まあそうですね、うん、まあ一般的にはそれ何もなく買ってやるっていうのは一般的だと思うんですけどまあそういうちょっとバスター家はそうじゃない、ね、そうですねまあでも自分の興味あるものは買ってくれるんですけどね <laughs> なるほど。あのそ,そうかそうだって子供の頃モトクロス買ってもらって子供用のアメリカから輸入してきたそ,そうかそうそういうのは全く条件なしで自分が好きなものは買って <laughs> であのちょっと古くなったあげるよとかそんな感じだよねあのアイフォンとかあのこういうコンピューター環境もみんなそう,、ね、そうですねノートパソコンとかもそうでしたしいやいやまあでもそうですね楽しい時代、うん だったような気がしますね。そね、はい、でもう本当に早いうちにあの、えー、事務所に来て働いてで、えー、お客さんのとこに常駐してもらったり、そうですね。いろいろあったよね。まあコンピューーいろいろやらせてもらって、うん、本当あの頃の経験はまあ今にして考えればそうあのいやいややってたんだけどいい経験だったなと、うん、だよね。い,いやいやながらも楽しめたよね。楽しめたのもありますしね。うん、で、あの 俺の中でやっぱり印象に残ってるのは、はい、やっぱりある時日本に行っちゃったってことだよ、ね。<laughs> そうですね。<laughs> まあ、よくあることかもしれないけども、まあ、そうやってずっと親子一緒にいたけど。ある時に、それを断ち切って。日本に行っちゃったんだよね。半年ぐらい行ってましたね。うん、半年だったんだね。半年ないですね。五ヶ月なんですよ。実<際>あ、そうなんだ。うん いやある時あの健太君が突然日本に行くって言って行っちゃって <laughs> で俺もびっくりしてえー、行っちゃうのって思って、はい、でそこからでも日本で働きだしちゃうんだよねそうですねまずあの何よりも憧れてたセブンイレブンのアルバイト <laughs> もうこれがやりたくてしょうがなかったんで笑えるうそうですね変な話今,今考えれば変な話なんですけど、うん、やっぱ憧れてあって、うん、やっぱドラマとか 香港でコンビニでアルバイトしようと思ってもアルバイトできないんですよね、うん、外国人はあそうなのはい<ー>コンビニのアルバイトにあなんか日本と逆だねそうですね、うん、今の日本とは逆で、うん、まあ今はちょっと香港は分かんないですけど僕のその当時はできなかったのと、うん、あとまあ香港のコンビニってそんなに夢詰まってないじゃないですかああ確かにあのー、何か ラブがが始まるるととかか出会いあ日本だとそんな感じだけど日本のコンビニっていうのがやっぱ大きかったのとあとカラオケボックスとかで働きたかったりああわかる気がする青春だよねちょっと一番でも給料が良かったのがあのあれですねパソコン系ソフマップっていうところであれれたしたんですけどあれが給料一番良かったし一番頼られた。 まあどこでも同じあのカラオケあんまななかかったかなコンビニとかでもやっぱ言語の問題で、うん、そうだからそのそうそう大事なことを言い忘れてたけど健太君は、えー、日本語はもちろんご両親とも日本人なんで日本語はもちろん普通に話せてそれから学校でインターコン行ってたので英語ができてでしかも広東語も上手なんで <laughs> だから3つの言語を、ほぼね、すねあの話すことに関してはほぼネイティブ並みに話せるって感じだもんねねそうです、ねまあねまあ、ネイティブとまでは行、うん、かないにしても、ビジネス、ぎりぎりビジネスぐらいは、うん、その頃ねその頃はギリビジネスは、ちょっと厳しいかもしれないですけどね、うん、今はまあね、今はもう普通にビジネスクラスで、っ <laughs> そっかあの、えー、高校出たあのはまは、まあ、そもそもビジネス言語を知ら、うん、ビジネス用語を知らな,かでかか知らないからね。うん でもまあ普通に話せてたからその日本のソフマップやカラオケ屋さんで働いてて、ね、外国の人が来て、えー、よく分かんないっていう時は「おい助け,助けてくれ」って言われただけであの一番思い出にあるのがコンビニで並んでる時に後ろの方から関東語が聞こえてきて「お<ー>どうする?」って「お財布忘れたよ」 どうしたらいい、これ、もっと全部元に戻さないといけないのかなっていうのを、関東まで走りながらこう来たんですよね。うん、で、まあ、だいぶもう慣れ、もう3か月目ぐらいで、だいぶ慣れてきた頃だったので、うん、全然こう作業しながら聞き取れて、うん、で、ああの人困ってるなと思って、自分のところに来た瞬間に、うん、あの荷物ここ置いてっていいよって。であの あのホテルに戻って財布もと持って帰ってくるなら残しとくし、あのもうこれいらないっていうならあのこっちで元に戻すからここに置いておいてくださいって言ったらあのコンビニにいる人間全員が凍りつくって、それ全部関東督でやったんです。そうですね、あれ全部監督です。それはすごいね、面白いね。 あいやその香港人のお客さんも香港人のお客,さんお客さんもびっくりしたよね、<う>急にだから、まず香港人のお客さんもこ固まったのは、うん、よしって思ったんですけど、うん、それよりもあの僕の隣でもう一人レジ打ってた女の子と、うんあの、奥の方から店長が顔を出してきたっていう。彼らも一応 <laughs> 健太くんは広東語ができるってことは、少しずつ知ってるんじゃないの？知らなかった。そんなこと伝えてないんで。すごいねそれは。しかもあの英語はなんとなく使えるっていうのは、みんななあの仕事をするときに英語はある程度喋れますっていうのは伝えてあったんですけど、広東語って需要がないと思ってたんで。それはそうだ。そんなこと伝えないじゃないですか。なるほど。あの今の何みたいな。 いつもの英語よりもっとスムーズだったけどなんでって言われる <laughs> そんな感じですよねそう、あそれ面白いよねでみんながびっくりしたとそうですねああそうなるとこう自信がさらにそうですねっていうか店の中でのこうポジションがワンランク上がるみたいなさいやコンビニなんで、うんまあ、そのなんていうあんまりなかったんですけど、うん、まあでも、えー、い,やいい店長に巡り会えた まあ全員が全員そうなのかどうかっていうのは僕にもちょっとよくわからないんですけど1軒しかやったことないんででもあの時のアルバイト先の店長はすごくいい人であのコンビニのでまあフレキシブルにこう使ってくれてでやっぱあのそう無理はさせないようにみたいな部分といやちゃんとやってくれてる人だったんですごい楽しかったですね。 じゃあそのコンビニはそれが活躍の場があったでしょあとはソフマップですね。ソフ,ソフマップはそうですね広東語よりは北京語の方が多かったんですよね。どうだろうその健太君がいた頃って分かんないけど我々がたまに日本に行くときにはもうソフマップだとかヨドバシって、はい、店員さんに中国の人がいたりしたよね。ねついいてましたね、うん、だからそういう意味では 健太君が広東語というのもプートファーでいやえっとですねそのちょっと前なんですよ僕がってたこその前なんだねなんで結局日本人しかいないまだそういう時期だったねで時々こう紛れ込んでくるお客さんもほとんどどうだろう出番なんて英語も中国語も多分い 1か月に2回とかぐらいのチャンスだったんでそこまで需要なかったんですけどまあただあのアルバイトで私クリニックっていうあの要はパソコン修理の方にいたんですよねなんでもともとバラしたり組み立てたりするの好きだったんであの全然楽しかったんですけど突然あのアナウンスが鳴ってあのなんだっけ外国人担当の河村さん至急何番レジまで来てくださいみたいなのがあって。 俺と同じ名前で外国人担当なんているんだって最初初めての時ね思ってであの後から後ろからあの要は僕の上司にあたる人が来て「おい河村呼ばれてるよ」って言われて「あれ僕だったんですねお前以外にいないだろ」って言われて「えクリニック担当ですよ僕」みたいな。 そしたらそれは何人の人だったそれが中国人一番最初は中国人だったのじゃあじゃあ英語だったんだな英語担当して英語を完璧にこなしたから外国人なら全部大丈夫みたいな感じで朝日さてででもやっぱり多かったのは中国語の方が多かったですね中国語はそうはいっても難しいよね難しいんですよ僕の場合ほぼやっぱり広東語と中国語ってね日本の人には分かりにくいかもしれない実は全然違うからねそうですね なんでまあ一応しゃべれたし、まあうん、あっちも一応こうえ日本まで来てるんで、うん、英語がかったことしゃべれるんですよね、うん、なるほどなんでまあなんとかギリギリコミュニケーション取れてまあその離れっていうか外国の人と話すとか、はい、そういうコツみたいなものはね,そうですねある程度わかるもんねそれで切り抜けてそうですねそれでその3つのカラオケ屋さんと3つやって楽しく過ごしてたんだすご,いすごい楽しかったですね、うん、でも実はその僕がある時 えー、日本に行って健太君と会ってもうそろそろ帰ってきたらどうだっていう感じで話したら帰ってきてくれたわけだけど <laughs>、はい、帰りたいっそうです、ね、あの何ていうのかな僕の中で、うん、まあ思い描いてた日本と自分が実際に行ってこう行った時のこの日本の生活っていうのにのギャップが大きかったんですね。 正直、まあ、アルバイトをしている限りは、うん、仕事って、仕事っていいのかな、アルバイト、仕事って、僕、あんまり言いたくないんですけど、うん、アルバイトをしている限りは、すごくこう、理想的、理想のまんま、うん、夢を、その、思い描いてた環境の働きができたんで、うん、すごく楽しかったっていう部分はあります。うん、ただ、えーまあ、そうですね、やっぱ日本人なのに、日本人じゃない、私が <laughs> <ー>、そういう中で。 ちょっとしたこのなんていうんですかね、うん、に日本人から見てちょっとこう「常識ないね」みたいなことを言われちゃう,ことあるう、ね、言われちゃうんですよね。うんうん、でそれがまあ直属の上司とかは理解してくれてるからいいんですけど時々違川部署にこうさ助っ人で行くと「お前そんな日本人の常識も分かんないの?」みたいなことをこう、うん、よく言われてそれがストレスになってたのがまず一つと、うん、だから<ー>まあその心の中では <laughs>。 あの英語もしゃべれないその程度の人間にそんなとやかく言われたくないわって思う部分もあったりとかしてとかやっぱりその生活をするっていう分でどうだろう正直こう日本は僕にとってはあまり住みやすい環境ではない。むしろ 遊びにに行くには最高の場所だと思うんですけど、うん、生活したいなっていう気持ちはもうなくなってたのが、うん、あもうだん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 その最初の楽しい時期からこう少しずつ気そうですね。うん、とあともう一つ気が付いたのが、うん、朝起きて仕事に行くときにすごいこう要はなんていうか外国にいる、うん、あ旅行に行った時にあ僕は外国にいるんだっていう気持ちになるんですけど。うん やっぱ外国だったんですよ、日本が僕にとっては。な,るほどなんで毎日がなんかこうふわふわした感じで、<ー>なんかなんていうかな。一時的なものみたいな感情がずっとここに残ってて。あ<ー>まあ、それが結構大きいところで、うん、で香港やっぱ戻りたいなっていう気持ちが。強くありましたね。でも日本に行く前というか、香港から日本に行く時はすごい憧れ。 憧れだし、もう永住してやるぐらいの気持ち。永住ぐらいの気持ちがあったわけだよね。はい、でも、やっぱり、ちょっとずつ、本当の日本を、っいうか。あの、やっぱり、日本で生まれ育ってないから。日本に対して、抱いてたイメージと、リアルな日本を体験して、その。ギャップっていうか、意識の差が、どん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 大きくなっちゃう。わかりますね。わかる気がするね。あの。うちの息子も。 夏にその大学の夏休みに行って日本で原宿かなんかでアルバイトした時もやっぱりそのまず一番感じるのは上下関係香港ってやっぱり年齢の上下ってあんまりその人間関係に影響しないすごい違ったらもちろん別だけどはい、はい、その数歳っていうのは関係ないんだよね。 だからそういうのもそのもし健太君が日本行ってそのちょっと年上の人にタメ口なんか聞いたらお前俺の方が年上だぞぐらいのことはきっと言われるだろうしそんな常識もないのかっていうふうに簡単に言われちゃう。結、ね、こ,こはそういう言葉としてもあのその上下関係の言葉ってそんなに厳しくないしです、ね、英語だってその、ねあのまあ、敬語っていうのがまずあんまりない、ね。かからねだからねだそういうういのでこう 年上の人イコール、上前で上から行かれると、今度、下にいる人は、ちょっとあの香港センスで生きてたあの健太君なんか、ちょっとは、はっていう感じになっちゃう気はするでと、ね、いうのもありましたね。あとは、まあ、あ多分ですねあの、あんまり好きではない、言わない方がいいのかもしれないんですけど、手書きが嫌いなんですよ。<laughs> なるほど あ日本はそのソフマップ行ったらなんかリポートって必ず手書きだろうねそうなんですよ。解決済みの済みを算済の、まあの済みを書け今は書けるんですけどもちろんあれを書くのが最初ちょっと苦痛で、うん、別に英語で「ンでもいいじゃんみたいな気持ちもあったしもちろんその相手従わないといけないんで下っ端出すし。うんうんうん そ,っかそんなソフトマップなんだったらそのリポートはそのタイプさせたらいいじゃんっていう気もするよね。そ,よねそれもあったんですけどねまあその頃もま,まだインターネットもそこまで流行ってなかったですしそっかそっかまだあれ何年だっけえっ,、ね、えっとですね 28K のモデムでつないでた時代です。あ K 出てたかなあでということは95年の後だよね,ね 56K ってことはね、はい、95年6年とかそんなもんかそんなもんだと思います。うそうか まだ56系のモデルがあるってことはね、そこそこ、インターネット始まってちょっとしてからだよ、僕なんで、しょっちゅう公衆電話のあれで、インターネットやってましたからね、家でやると怒られるんで、グレデンっていう、そうですね、グレデンの電話でね、あれ、で僕以外にやってる人見たことないですけどね、うん、あれはほら、ISDN って言って、値段もそこそこするし、ますけどねそもそもやる人は少なかったよね。 そ,うそんなことをしながら、えー、日本で行ってで,で俺が行ってあの帰りたいっていうことで、まあ、それからしばらくして帰ってきたんだねまた、えー、うちの会社で働くようになってで,、ね、で今に至るんだけど、うん、いやそれは非常に面白いねまあでも本当はいい経験だったしあれはあれで行ったのはすごく良かったんじゃないかな自分では思ってます。うん、そうだだだねやっぱり、うん、あの日日本本人で日本に全然住まなくてただただ あのひたすら憧れっていうか勘違いした憧れ、ね、があるっていうよりはその日本のいいところもあるしちょ,ちょっと嫌だなと思うこともあるしその日本で育った人間としてだってその時20歳ぐらい20年間くらいもう20年弱か、はい、あの香港で育ってたわけだからもうほとんど香港人だもんね。 歳ですよよく思いじゃじゃないと今度はそ,のそういうところでカラオケとかああいうところで働かしてもらえないよね。いやそれでいうと18歳もダメだったんですよ<あ>本当は。今思い出したのは、うん、カラオケに面接に行ったら、うん、面接20歳からだったんですね。あなるほどでもう働かせてもらえたっていうのがあったんですけど対応はしっかりしてるっていうのとやっぱ言うん、うん、多言語喋れるっていうのを。 その時にはもう分かってた、うん、カラオケ一番最後に入れたと思うのでこれ多言語って書いた方がいいんだなと思ってこれ武器になるんだってことはようやく分かったわけだ,、ね、だ英語関東語日本語みたいな <laughs> 日本語一番下に書くみたいな <laughs> <laughs> 日本語みんな喋ねそうですね、まあ、そういうのもあってでそうするとやっぱ言語が喋れると外国人が来た時に便利だなみたいな思ってもらえたのかなと。 僕は深夜カラオケにいたんでボックスはボックスなんですけどカラオケボックスの深夜なかなか普通18だと働けないよね17だともうアウトでしょアウトです18もアウトですね18も本当アウトだったでももう自己でしょ二十何年前みたいヤヤで働けたわけだそうですね 履歴書をその騙したとかではなくて、うん、あの本当はダメだけどあのいやいいよって言って,くれてまあその頃はまだその20年以上前でそんなに厳しくなかったんですかね結構こういい感じの、うん、まだそういう時期だったん、ね、ですね年齢のことに関して、ね、そうですねなるほどいやいやいやちょっとじゃあ前半はこの辺にしてので後編は、はい、あの日本から香港帰ってきた時とそれから、はい なんといっても最近は YouTube をいくつか始めてるで,そ,で、ね、その YouTube の話をちょっとしてもらおうと思います、はい、じゃあ前半は一旦更新で、はい